今月のマンスリーゲストは伊坂、そして今日はゆたか。イエーイ、来ちゃいました。こんばんは皆さん。こんばんは。こんばんは。遠いところからようこそって。いや本当に、ね、ちょうど今週末、先週末か、うん、あの長野の上田市で、ね、今日まで行ってたのね。そうそうそう、昨日ね夜遅くまであの本祭があって、うんうん、それで今朝、うん、そしてあの写真アップされたら来れないかもしれないじゃないって思っちゃうよね。本当にあの、いや予定ではもう 2、3時間かからないところだったんで、うんうん、そうですね、うん、もうね午後1にはすぐ着いてるかなって予想してた、うん、もう余裕しゃくしゃくだったんですけど、まあ、渋滞っていうかもうあの速度が出せないって感じだもん。あ、そうです ね, ねもう50キロ制限ないよね。あんなの初めてでしたよ、ね、本当なんかね川の中をあの 自動車でこう、うん、走ってる感じで、ね、よくご無事で本当よかったわ。もう笑うしかなかったんだけど確かにね。そう、もう何このサバイバルみたいなよかったよかった、うん、クリスタルとしてはあのライブ以来ね。そうですね、もうだいぶ本当にお世話になってます。応援隊がついてしまってね。お世話様ですね、うん、とかはライブの時はほらピアノだったけど。そうですね、ギターをやりのギターやったりピアノやったりね、え、うん、曲に合わせて入ってますね。そっか、多彩。何でも何でもやで撮ってますんであと彼の衣装もうねチカチカするいいね、チカチカするって言われて逆にこう嬉しくて盛り上がっちゃう。それがね一応今上半身だけ映ってるからねチカチカするだけど、下半身もっとチカチカしてるからね。どういうことよっていうぐらいね。そうそう ね, ね、光り物がないですね。本当主役つぶしなんですよ ね, ね、うん、まあ、キャラクターなっております。あの結構ひさかのライブに来れば豊かの衣装が出るっていうセットなんですよ最近ちょっとね癖になりそうでしょ、うん、遠くからでも分かるよね。結構ね、あの同じパフォーマーの人が見に来てくれるとあのちょっとやりたいみたいな衝動が出てくるみたいであれどこで買ったのって、ね、だんだんみんな本当にどこで買ってるのこれ。これはあのオンラインでパリから輸入してます。そっちね、そっち系か、ね、そしてそれとそれを組み合わせるっていうところがね。そうそうそう、チカチカとチカチカ、そうそうそう、コテコテとコテコテ。そうそうそう、油には、ね、もう誰も止められないんでもうちょっとだんだん分かってきたよ。そうそうそう、だから、ね、私も自分のスタイルが本当はねもうちょっと出したいの、うん、もっとあのセンスよくいきたいなっていう時もあるんだけど、うん、でもねこっちに負けちゃいけない、豊かに負けちゃいけないっていう。それとりあえず違くないかいやじゃないとそこ戦っちゃダメなんじゃないか。あの真ん中に立つ人として、うん、やっぱりこう埋もれちゃうんでそれで、うん、それであのツーショットになってるかな。それもあります。なんかロングのさハワイアンドレス着てるのと、うんうん、豊かがまたチカチカとチカチカの組み合わせのがあったじゃん。スパンコールのね、ゴールドスパンコールのチャンスね。どうしてこれとこれになるんだろうもうその辺はね確かつかみは OK なんだけどさどのジャンルを行こうとしてるんだっていうのがもうね、あの何でもありなんでしょうね。とにかく自分たちの音楽を聴いてもらうためには、ね、あのまず目立とうっていう。それだったのね。悩んだのよ。さかはどの道に行こうとしてるんだってね。そう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 。だったらすごくよくわかる。いろんな角度からね、聴いてもらいたいなと思って。うん、見た目もね、楽しんでもらってね。確かに楽しいもう、ね、そう言ってもらえるともう救われますさあ今日は豊かが来てくれたということはこれ持ってるだけじゃないぞ、ギターね、見せびらかしに来たんじゃないか、ね、これ飾りですなんて、ね、まさかに言わせませんから、ね、柄です音は鳴らないギターですやっとマンスリーゲスト最終回で
長野のね、フェスティバルの後にそのまま連れてきたんで、うん、そのままの雰囲気で行こうかなと思って。そのままのノリで行っちゃいますよ、ね、ぜひぜひ今日は2曲今日2曲、はい、用意してきました。じゃあまず1曲目ぜひぜひ。この長野に行った時も、うん、結構その期間に2日間いたんですけど、うん、誕生日を迎えた人がいたので、うん、当日も歌ってきました、うん、この曲、うん、スティービー・ワンダーの Isn't She Lovely。よしやるぞってところでザーって降ってきて、うん、もう急いでまた機材を撤収してね、手元張って本番で本番の 1,2 時間前に雨が止んだんでまた機材出してサウンドチェックしてまたもう元いね、うん、重労です。外ではいいね、今の曲を外で聴きたいね。もう気持ちよかった。ちょうどね、素晴らしいステージで、上田市の街がね、目下に広がるというか、うん、ステージ上から綺麗な夜景を見つつ、うん、ライブをこちらが楽しみつつみたいなね、うん、そんな感じ。ライブは一体感があるとまたいいものができるよね。本当に、上田の別所温泉の、うん、まあ、若旦那たち、町の人たちもすごく暖かくて、うん、去年も行ったの？そうですね、うん、初めて出させてもらって、でもう知り合いも何人か、うん、でみんなで応援に来てくれて、うん、
僕の衣装ファンも増えると思う。それね、忘れないから、それ一回見たらね。そうね、私よりもあのギターの人誰っていいね、嬉しい嬉しい。チカチカマン誰、チカチカマン最高の褒め言葉、ね、そのうちでそのうち電飾がね、あの我々の衣装になると思います。電飾やりたいんだけどね、バッテリーをねこう積まなきゃいけない、ね、一人でやって伊坂との時はそこまで、ここまで、うん、電飾は一人でやる、もう一息するみたいな。金さん言ってください本当に。私を通すように金さんを通すように。この説いいですか、ケイトとの豊か電飾いいのかってね。どうするいいって言われたら本気で作っちゃうよ。ジャズ歌うのにね、うん、まあでもそんなところもなんか楽しいかなと、まあ、まあ我々もそうですけど、お客さんがね喜んでもらえたら一番いいなと思うので。でこの間もライブで行ったら最初ね浴衣でね、あそうですね、髪の毛、うん、オンザ眉毛がすごく受けたんだけど可愛かったっ、あれね失敗しちゃったの。え、可愛かったよ。いや私としてはね、もうちょっと いける感じだった。もうちょっとあの幅をね、あのね、もうちょっと背中したかった。汗もね、うん、まあ誰もわかんないね。でもちょっとね、違う雰囲気でやっぱり出てなかったですね、うん、まあライブはほらいろいろあのいい意味でお客さんを裏切ったりしていくと楽しいよね。そうですね、うん、本当にだからあの私のライブパフォーマンスを見に来てもらいたいなと思って、うんうん、1曲2曲だとね、うん、なかなかそのショー自体の流れとか、うん、1部と2部 その変化とかね、うん、その辺もぜひ楽しんでもらいたいなっていうところがあって、うん、いつも考えてます、うん、久坂のライブに行くとね、こうちょっとジャズシンガーみたいな感じで歌ってますけど、うん、R&B が聴けちゃったりとか、あ、そうかそうか、ポップが聴けたりとか、バラードがジャンル結構いろいろこなすよね。そうなんでこう幅広いジャンルをこう楽しみたいですね。東京ではライブ近くありますか？はい、お知らせしましょうか。はい、2つあってですね、うん、9月の22日9月の22日、はい、アフタヌーンティーライブということで、うん、駒澤大学にあるストロベリーフィールズという熊谷市お店で、はい、します。詳しくはストロベリーフィールズのホームページをご覧ください。そしてもう一つが9月30日金曜日、はい、ディナーコース付きライブということで、うん、あのイタリアンのお店でですね、うん、あの、まあ、特別伊坂ライブショーを開催します。この間も伊坂特別シャンパンカクテルだっけ、あ、ね、あったでしょ、銀座のノーバード、うん、そうなんですよ。下子スペシャルがいろいろできていくんだね。皆さんに協力していただいて。今度豊かカクテルも作る。出てこようとするね。テカテカだね。チカチカね。どっちが売れるか競争しようかな。下子に決まってるじゃん。いやちょっと締めてたからね。ライブを楽しみにね、皆さん。またブログでもね、はい、Facebook とかね、うん、はい、告知しますんで、ぜひぜひ見てください。はい、伊坂ドットボーカルで検索してください。では今日2曲目、はい、セカンドアルバムに入っているオリジナル曲の Shine on Me という曲で、初めてアコースティックでやります、うん、ぜひ聴いてください。See you here with me. Dancing.
にお届けしました。コスティックで初めてなんだ。初めてです。いい感じ、うん、ありがとうございます、うん、また全然やっぱり雰囲気変わって ね、うんうん、ね音楽って本当ね楽器によってもそうだしね、いろんな形で変わるよね。なんか ねシンプルの良さとかね、うん、あのバンドでの良さって全然違いますもん ね、これから日高はどういう方向にどんな感じにキラキラしていくんでしょうね。行けるところまでね行きたいですね。あ、そうだ、4位だった。もう夢はでっかく羽ばたきましょうということで、バッサバッサね、バッサ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 行きますからね。どん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 飛んでいかないとね、待ってられませんから。時間がないから、時間がないからね。皆さん時間ありませんよ。クレスタルでは毎週ね、あの金曜日に朝、はい、また朝の感じと違うね。やっぱり環境で同じ人が歌っていても違うんだよね。なんか不思議ですよね。不思議だよね、うん、同じ場所なのか明るいかだけなんだけどね。そうそうそう、ね、やっぱりこうなんだろうな、夜の方がちょっとリラックスしてるんでしょうね。あ、まあ、朝ごめんなさいね、朝っぱらから出せっていう方がね大変なんだよね。割と夜型だから割とね、うん、朝から大変だよね、あの歌わなくちゃいけないっていうのもね。もう本当に二日酔いの時とかね、本当にね、なんか重い、言わなくていいから。そんなチェインフォメーション。すいません。あ、歌の活動以外にいろいろやっていきたいこととかありますか。そうですね、チャレンジとしては、ね、ちょっと考えたことなかったですね。あのお芝居とかやったりとかしないの。そんなふりあるとは思ってもいない。いや、何でもやるかなと思って。ね、あればぜひ、ね、うん、なんかコマーシャルとかやっても良さそうなんでね、うん、歌もやりつつ、ぜひ画像にもって、あ、なんか機会があれば。わかった。かしこまった。お声掛けください、皆さん。何でもやってみよう、久々。マンスリーゲスト、ありがとうございました。ね、まだ、まあ、あの毎週出演しているので、はい、こちらのも楽しみに聞いてください。1ヶ月間楽しかったわ。あのずっとあの一人で自分の音楽活動のね、話をずっとしてくれて、うんうん、あの伝え、そこで出ることはありますか、大丈夫ですか。そうですね、あの一応伝えた、うん、うん、本当になかなか金曜日だと5分間とか、ね、すごい短い時間なので伝えきれないというか、ほとんど自分についてお話したことがなかったと思う。そうね、インフォメーションと歌ってことだよね、うんうんうん、だからすごくゆっくりとなんかあのアットホームに喋れたので、日高の独特なあの喋り方ってあってね、うん、続くのかなと思うとまた終わったりとか始まったりとかするからね。合わせるの大結構大変なんだけどね。まだ行くのかなと思うと、まだ終わった。金さんすごいですよ ね、話すごいうまくつなげてるから大変なんですよ。もう聞いてて感心しちゃった。すごいな、こう来るんだみたいな。これね、魅力なのよね。なるほど。聞いといてあげようと思う気持ちが生まれてくるからね。なるほど。ごめんなさい。いや、意外とそれであのトークがいけると思ってやっていくかもしれない。うん、ね。今のはどういう意味だったの。いや、全やりたいっていうか、いやいやいや、どいや、どうですかね。その辺はね、開花していくプロデューサーにあの、ね、うん、ちょっとその辺才能を見極めていただいて、うん、あの弟子子とね、やり取りがね、英語バージョンの、ね、誰も真似ができない。一応やってみたんですけどね、人ね、全然できないんですよ、かっこいいね。今試しにやってみます。やってみたんですよ。あちらの効果もやってみたんですけど全然ダメ。そうですね、とにかくいろいろチャレンジしていきましょうよ。なんだかまだ引き出しがね、うん、ありそうよ。そうですかね、うん、ぜひ
はい、じゃあその辺、はい、じゃあ、豊かはチカチカってことでね、はい、頑張ってチカチカってことで、はい、チカチカ衣装でどんだけ人気ができるはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ゲスト久坂、そして今日は豊かも来てくれました。ありがとうございます。